スマブラ結構ねやっぱね大人の力借りるとねい,いいことができるっぽいよ思ってるよりも面白そうな内容になるかもしれない通ったあっそうだね取ったっていうかなんか基本的にむしろあの魚群ってさ毎週毎週やることをどうするかみたいな感じで悩んでるっぽいのだからこういうのやってほしいってのあったらむしろ言ってほしいわ俺にで俺がそれ代弁するから むしろみんなたす助かるっぽい。いや、まあ、ネタ切れなんだよね。聞いてる感じ。だからそ、あの俺が発案してもいいし、みんなもなんかこういうのはあったらいいなみたいな。格言にこ,こだわらないゲーム中心のバラエティ番組という。あそう、うん。それでいいよ。それでいいと思う。あのね、やっぱ、すごい魚群の内情を言うと、対戦をいう聞くと、やっぱね、魚群の人気を上げたいらしいよ。 何をすればいいと思うみたいな。言われるんだけど、まあ、うん、まあ、まあ難しいね、みたいな。俺がちょっと思ったのは、魚群ってさ、すごいさ、カジュアルじゃん。別になんか何やってもいいみたいなとこあるじゃん。ある程度、魚群のアカウントで配信してもいいんじゃないですかって。週一でトンとやるよりも、あの、なんか、カオ TV じゃないけど、そのチャンネル自体で配信するのもやった方がいいんじゃないですかって。裏顔みたいに。 そう、正直何やってるか分かんないじゃん。魚群って。そう、シンプルにさ、配信料上げた方がよくないっていう、まず解明だよ。<laughs> まあ、名前はちょっとな、確かにな。かっこいいか悪いかで言えば、かっこ悪いよな。あの、群れとなるってのは分かるけど、あの、魚で魚の群れに例えるんかっていう。<laughs> マジで。魚群に面白い人がいる。あ、そう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 ,そう,そう。 みんなでやったりとかさ、まあ変な話ね。やっぱりさ、どこでやるかって結構強いじゃん。例えばさ、加藤純一さんのチャンネルでさ、誰かがやりましたってなってさ、1桁、いつも2桁の配信者の人がね。でも絶対多分そうやって2桁にはなんないじゃん。超極端に言えば。結コスもゴッツ配信。ああ、そう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 。まあそれと同じ要領で。俺はだからかそっちでやって、そしたらまあその人のモチベにもなるじゃん。でも確かにさ、配信してさ、いつもじゃあね、 5人とかですとかさ10人ですとかってさ難しいっていうかねモチベーション的にね微妙な気持ちになるじゃんだからそうした方がいいんじゃねえかなと思うけどなまあ、考えてるっていうかまあ俺はそう思うんだよね別に人数が楽しさに直結するかって言われたら配信のね別にそうじゃねえんだけどトパンガでスマブラリーグするとかって展望え、なんかね一応トパンガは固めだけど魚群はフットワーク軽いって感じ魚群でなんかそういうのをやるっていうのは可能だと思う 余軍は裏かあ…まあ、そんなようなもん。余軍はなんかもう、その、なんでも OK みたいな。余軍で魚釣って、ああ、それもいいっすね。俺はスマブラだね、とりあえず。とりあえずスマブラをやろうかな。メンツ未確定なんだけど、できれば、各所属チームから2人ずつぐらい呼んで、チーム対抗戦みたいなね。例えば、グッパチ誰、忍びで誰みたいな。 逆にカラオケないし。いやー、相当、相当豪華すからね。メンツがガチンコすぎて。青いエールさん、チコさん、ツカオトハさん、ラウンド5もいるし。さすがになんじゃない玉木コじも読む今以上、これ以上って <laughs>。玉木コじも読むか。あのも読んじゃう読べんのかどうか知らんけど。